それでは、1291回目のロト6の一口予想をしてみたいと思います。まず、過去50回のデ目表を見て、軸数字を3つ絞っていきます。今回は、そうですね、9、18、37でいきたいと思います。そして、予想ツールを立ち上げて、軸数字に選んだ 9 18 37を選択します対象にする抽選回数は今回は直近の100回でいきたいと思います。ボーナス数字は含めないの設定でいきます。 そして予想するボタンをタップすると9または18または37と相性のいい数字が出てきます今回は一口予想ということで91837152334で購入したいと思います